皆様充実した春休みお過ごしでしょうか。先週ね、春休みの計画っていうこの動画撮らせてもらったんですけれども、今計画っていう言葉を聞いて、あ、やっべーって思った方はきっと計画を立てたんだけれども、使ってなかったりとかうまくいってない方が、いると思います。でもね、多くの方がそうなんです。多くの方がうまくいかない計画って。だからこそ差がつけられるんだけどね。うまくいってる方とうまくいかなかった方で。で、今日から、あと1週間ぐらい春休みあると思います。で、1回立てた計画ね、捨てるのもったいないんですけど、一回ちょっとクシャ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 つってポイってごめんなっつって契約捨ててもらって、再度7日間、いつか7日間ですよ、7日間でこれは絶対やるぞっていうのを決めてみてください。で、その時のポイントとしてはもうシンプルにしましょう。あれもこれもとかじゃなくて、もう1教科か2教科、1教科がいいな、できればに絞って、であとは量ボリュームを減らしてください。絶対やりきる、これは絶対やるっていうのを、それを7日間でやりきって、それは自分の自信になるから、それができた状態で新生活始まると、自分のモチベーション変わります。なのでちょっと先週から続いてるから口うるさいと思うんですけど、ぜひやってみてください。マジで変わるから。っていうのは今回の動画の趣旨とは全く関係ないんで、本編いきたいと思います。どうも、ハイチューです。今回は新生活、特に新大学生が一番メインターゲット。新高校生と新中学生も参考になるとは思ってるんですけど、特に新大学生は絶対やってくれってね、それをやることで充実した学生生活になる一個のきっかけになると思ってる。その一つね、今回伝えていこうと思います。で、それは何かっていうと、結論から言うとね、コミュニティを探せっていう、意外、コミュニティを探せです。で、これがすごく大事です。ここで一つ質問なんですけど、皆さん余裕がある生活と余裕がない生活だったらどっちがいいですか？確実にこれ誘導尋問になってるから、多くの方がね、余裕のある生活って言わせたいんでしょって思ったと思うんですよ。でもどっちかといったら余裕のある生活を望まれる方が多いと自分は思ってて、俺もそっちがいいからね。で、余裕ってちょっと曖昧なんですよ、言葉として。だから細分化して考える必要があるんですけど、余裕にもいろんな項目があって、例えば金銭的余裕、お金の余裕ですね。あと時間的余裕、忙しくない自分の好きな時間が捻出できてるか、時間的余裕と、この3つ目、これがめちゃくちゃ大事な、学生生活においてね、大事な余裕なんだけど、これが精神的余裕です。精神的余裕。で、これはちょっと大きな意味になってるんだよね。この精神的余裕を持つためには、きっと時間的余裕も必要だし、金銭的余裕。この2つとかも、この精神的余裕をこう支える、要になってるとは思うんだけど、そこ以外の部分。以外の部分で精神的余裕を持って学生生活を送るためのポイントが、今回のコミュニティを探せになります。少しだけね、このハイチの自分語りに付き合ってほしいんですが、私はですね、高校3年生に上がる前、高2の冬、秋冬ぐらいですね、に専門学校志望から国公立大志望に変えたんですよ、志望を。で、偏差値20足んなくて、そこから猛勉強の日々が始まるんですけど、その猛勉強をしなきゃいけなかった高校3年生の時に、自分ボランティア団体に入ったんですね。ちょっと知り合いの、つてというか、紹介してもらって。で、何やってたかっていうと、地域のお祭り、子供向けのお祭りとかがあって、その子供がやるアトラクションというか、それのスタッフとかやってたんですよ。例えば、人間モグラ叩きってやって、ちょっと大きなね、こういうのが、穴が9個開いてるんですよ。で、そこに下から入って、子供がね、ちっちゃい子供が上からピコピコハンマーで叩くんよ、モグラを。で、モグラね、俺、ヘルメットかぶって、こうやって、ウィーンとかって、ウィーンってやって、それをやったりとか、あとは、小学生集めて、キャンプ行くんで、2泊3日だったかな。キャンプの引率とかやったり、そういうのをね、やってたりとか、あとは大学の時は NPO に参加させてもらったりとか、あとは起業してる方に、ちょっと勉強したいって言って連れてってもらって、企業の会議、会社に行ってね、会議をした、その会議のレジュメとか書いたりとか、そういったこといろんなものやってたわけですよ。で、自分はそれをやって、高3の時にやったのは、時間なかったのにようやったなとは思ってますけど、でもね、全て本当にやってよかったと思ったんですよね。で、そのやってよかったと思った理由はもうただ一つで、とにかく視野が広がるっていう。考え方が、いろんな方から刺激受けるからね、自分のこうなってる、この一つしかないこの考え方をいろんな多面的に見せてくれる。だから自分がこう思ってますっていうのも、いや、こう思うけどねとか、こう考えるけどねっていろいろ言ってもらえるから、刺激になるんだよね。自分がいろんなことを考えるきっかけにもなっていく。で、それをね、ぜひね、持っておいてほしいんです。で自分の経験談で言うと、なんか自分を高めるためになんか真面目な目的でやんなきゃダメなのかなって思うかもしれないんですけど、全くそんなことはなくて、例えば共通の趣味、好きなアイドルが一緒って人の集まりでもいいかもしれないし、自分で言うんだったら教育っていうフィールドなので、教育っていうものに興味を持ってる勉強会とかに、それはオンライン勉強会とかもあるからね、そういうのに参加してもいいわけです。例えば自分が大学にやってた例で言うと、語り場ってあるんですよ。多分ね、教育関係興味ある方は知ってると思うんですよ。語り場っていうめちゃくちゃ有名な認定法、NPO 法人があるんですけど、そこに一回参加させてもらって、高校生たちに、なんかこうグループワークというか、に大学生として参加したんですよ。コミュ障全開で本当何もできなくて、自分の無能さに打ちひしがれた経験でしたけど、でもその打ちひしがれた経験でもやっぱり子どもたちから刺激受けるし、再度自分がこう教育ってやりたいのこういうことだったよなっていう考えるきっかけにもなったんですよね。あとは特に中学生とか高校生に言えることなんですけど、学生の時って学校っていうコミュニティが全てになりがちなんですよ。だって一番大きなコミュニティが学校なんでね。だからそこでうまくいかなかったりとか、そこでちょっと所属できない、例えば学校に行けないとかもそうですけど、になっちゃうと、もう自分はダメな人間だみたいな思いがちなんですよ。でもね、全くそんなことはない。だってたまたま集まった人たちだよ。うまくいくかどうかなんて分かんないんだから、共通、全員が全員違うんだからさ。共通の趣味とかで集まってれば話も通じるわけだけど、そうじゃないんだから。だから別にそこでうまくいかないからって、あなたがダメなわけじゃないと俺は思ってるんです。だからこそ自分の気の許せるというか、自分が前向きにそこに行きたいって思うコミュニティを探してほしい。で、これは絶対所属しなきゃいけないっていう意味じゃなくって、そういうのもあるんだっていう視野を持ってほしいんですよね。それが全てじゃねえって、学校が全てじゃねえんだって思ってほしいんです。でやっぱ大学生とかもそうで、割と今特にね、コロナのこともあるからなかなか学校行けなかったりとか、オンラインになって家にねずっといなきゃいけないってこともまだあると思うよね。その時にこう学校にも行けないし、で自分もずっと家にいるからさ、なんかもうなんか物足りないというか、これでいいのかなって思っちゃったりすると思うよね。でその中でやっぱりオンライン勉強会とか、それが社会人の方とか学生が混じってやってるとことかもあるので、ぜひ外に目を向けてください。で学校始まっちゃうと忙しくてなかなかできなくなるんだよ。忙しさってさっきの時間的余裕ね、忙しさってどうしてもこうなっちゃうから。で今ちょっと余裕があるでしょ、精神的にも気持ち的にも余裕があると思うので、時期的に。だからこそ外に目を向けてみてください。で最後にうちの生徒の実例1個だけ伝えて終わりたいと思います。これは、すごい田舎なんで、そういうコミュニティがなかなかないんだよ。でないんだけど、その子もともとバスケ部やってる女の子で、その、バスケさ、やめちゃった、卒業したらないじゃん。つながりが同じ部員とかで。でもバスケやりたいな、でも部活やる時間ないなってなってたから、提案したんよ。週1か月1で、そのバスケしたい子たちで集まってやったらいいんじゃないって。部活じゃなくて、息抜き。体を動かしたいなって、ちょっと久々にバスケやりたいなっていう子たちで集まったらええやんっつって、卒業した中学に連絡したら、その日曜の何時から何時までは貸してくれるみたいな。田舎だったから許されたことかもしれん。それは。かもしれないけど、それで、2週間に1回だったかな、多分。集まって、それやってたんよね。その子たち集まって。で、毎回メンバーも違うわけよ。固定メンバーじゃなくて、来たい人どうぞ、みたいな感じで。でもやっぱ楽しそうだったよ、それは。で、それがさ、何か勉強になってるかって言ったら違うかもしれん。別に自分を高めてるわけじゃないかもしれないけど、そういった場所、そういった時間があるから、やっぱそれって精神的余裕につながるんだよね。塞ぎ込まないし。で、それを真似しろっていうわけではないんだけれども、もし周りになかったら自分から作ることもできます。コミュニティっていうのは。だからそういった意味で外の世界っていろんな世界があるんだなっていうのをぜひ、今はインターネットを使ってて構わないので目を向けてください。コロナもあるからなかなか足を運ぶとか、リアルで会って参加するっていうのが難しい状況はまだ続くと思うんですけど、それでもいっぱいコミュニティはあるから、ぜひね、この春休み中に外に目を向けるっていうのを一つ大事にして過ごしてもらえたらと思います。